ここからは明日のお天気の注目ポイントを3つ確認していきましょう。まず1つ目はこちら、九州四国は激しい雨に注意が必要です。天気図から確認していきましょう。明日西日本の南を低気圧や前線がゆっくりと東に移動していきます。南から非常に湿った空気流れ込みやすくなりますので、西日本では強い雨に警戒が必要です。ではお天気雨の予想を確認していきましょう。今夜12時日付が変わったタイミングから確認していきますけれども、中心が黄色やオレンジになるような活発な雨雲が流れ込む予想ですね。明日の朝になるとだんだんと近畿の方にも雨雲の範囲広がっていきます。だんだんと日中にかけては東日本でも雨が降り出すところが出てきそうですね。特に中心が赤色になるような活発な雨雲がかかる四国でしたりとか一部九州などは雨量のまとまり、道路冠水や河川の増水にも注意が必要です。では2つ目のポイントも確認していきましょう。北海道は日本海側を中心に雨となります。降水の予想を確認していきましょう。明日の朝からだんだんと雨かかる雨雲かかるところが出てきそうですね。時間を進めていきますと、どんどん東の方に雨の範囲拡大していきます。お出かけの際に雨が降っていなくても雨具があった方が良さそうですね。夜にかけて見ていきましても、このように雨の範囲広がっていくことがわかります。ではアイコンも確認していきましょう。北海道のお天気アイコン、やはり日本海側を中心に雨が降り出すところが多くなります。また札幌は今日と比べると気温が低くなっていますね。日差しも乏しく雨も降るということでひんやり感じられる可能性もあります。寒暖差にも気をつけてお過ごしください。では3つ目のポイントを見ていきましょう。関東から東北は曇り空で蒸し暑い体感となります。お天気の流れマップで確認していきましょう。そうしますと曇りのエリア多くなっていますね。暗い雲が広がってどんよりとした空模様のところが多くなります。日中にかけて時間を進めて見ていきますけれども、やはりですね、このように雲が広がるエリア、すっきりしないお天気のところが多くなりそうです。可能性は低いんですけれども、にわか雨の心配もありますので、折りたたみ傘など念のためあった方がいいかもしれません。では服装予報も確認していきましょう。そうしますと、東京から西のエリアでは昼間朝晩ともに長袖シャツのところが多くなっていますね。仙台は昼間長袖シャツ、朝晩カーディガン、新潟が昼間半袖シャツ、朝晩が長袖シャツとなっております。日差しは乏しいんですけれども、湿度が高いということでこういった長袖のシャツ活躍しそうですね。日中はこう腕まくりをするなどして調節していただくのもいいんではないでしょうか。ということで明日のお天気の注目ポイント3つ確認していきました。ではここからは今日のファッションチェックのお時間に参りましょう。今日も素敵なお衣装を提供していただきました。今日のコーディネート、すごくおしゃれ上級者って感じがしますよね。このベストとスカートがセットになっているんですけれども、セットアップなんですけれども、ナチュラルビューティーベーシックさんのもの、そしてこのインナーですね、中に着ているトップスがミスティーウーマンさんで、ピアスがミミ33さんのものです。いやー、かわいい。このセットアップ、グレーのレーススカートとベストの組み合わせなんですけれども、このレースのベストって皆さん見たことありますか？なかなかないですよね。そう、このちょっと透け感があってインナーの色が見えている感じもおしゃれですし、このボタンの感じもね、ゴールドで高級感があって、でウエストのところからフレアになっていて、このふわっとしてるのも可愛いんですよね。中にいろんなトップス合わせて、肌寒い時は長袖のインナー、
で、ちょっと暑い時はこういう風にね、薄手の半袖を合わせることで、いろんなシーズンで着回せそうですし、この透け感のあるトップスも可愛いんですよね、ミスティウーマンさんのもの。この袖がちょっとふわっとなっている感じも素敵ですよね。いやー、これ欲しいな。これにワンピース、ノースリーブワンピース、ジレっぽい感じのもの合わせてもすごく可愛いんじゃないかなと思います。あとはこんなね、おしゃれ上級者なコーディネートをさらに華やかにしてくれるのが、このミミ33さんのピアスです。ゴールドのピアスなんですけれども、形がちょっとねおしゃれで、わかるかな、普通のリングピアスではなくってこんな感じでちょっと模様があるんですよ。形に特徴があって、これがまたおしゃれですよね。おしゃれ差がつく周りとちょっとなんでしょうね、オフィシャルな場にも来ていけそうですよね。なんでしょう、オフィシャルっていうのが正しいのかな、結婚式だったりとか同窓会だったりとか、そういうところに来ていくのもいいんじゃないですか。あ、そう、髪型もね可愛いんですよ。ふんわりしたゆるふわお団子にしていただいて、上品さと可愛さを兼ね備えた髪型、嬉しい嬉しい子供嬉しいそんな喜び方あります？感情が溢れ出てしまってということでね、今日も素敵なお衣装、アクセサリー、そしてスタイリングをありがとうございます嬉しすぎてちょっと感情が爆発してしまいましたありがとうございました。